水戸黄門、水戸黄門、里見光太郎が演じる水戸黄門本校では、TBS のパナソニックドラマシアターにおいて放送されていた時代劇、水戸黄門の里見光太郎が主演したシリーズのうち、2008年から2011年にかけて放送枠がパナソニックドラマシアターへ変更されて、以降の第39部から第43部と2011年12月19日に放送された。 最終回スペシャル、2015年6月29日に放送されたミトコーモンスペシャルについて記述する。里見光太郎が主演したシリーズのうち、放送枠がナショナル劇場だった第31部から第38部に関してはミトコーモンを参照。放送日は TBS 及び同時ネット局を基準とし、レギュラー、準レギュラーの経験があるゲストは太字で表記する。 出演者の芸名は現在の芸名で記載しているため出演時と異なる場合がある。ミッドコーン第39部は2008年10月13日から2009年3月23日まで TBS で放送されたパナソニックドラマシアターのドラマ制作は CAL 全22話ストーリー長崎で密貿易が行われていることを知った三つくには その真相を究明するため旅立つ。キャストメインレギュラー順、レギュラースタッフ工程解説、水戸コ門第40部は2009年7月27日から12月21日まで TBS で放送されたパナソニックドラマシアターのドラマ、制作は CAL、全20話。ストーリー江戸で津軽藩と幕府の旗本との間に勃発した争いを収めた三つ国は、 同伴主、信正に、ことの一部始終を報告するため、広崎を目的地に、諸国万有の旅に出る。キャストメインレギュラー順、レギュラースタッフ。制作は、CAL。全1に話。ストーリー琉球との貿易をめぐる柳沢の野望を、粉砕するため、一行は、薩摩を目指して、東海道の旅に出る。キャストメインレギュラー順、レギュラースタッフ工程解説。 水戸黄門第42部は2010年10月11日から2011年3月21日まで TBS で放送されたパナソニックドラマシアターのドラマ。制作は CAL。全21話。ストーリー、三国の子、松平頼常が治める高松藩でおよつぎ騒動が勃発する。また、糸井川では密かに翡翠が取れていた。老中。 土屋さが守るから糸井川に赴いて、翡翠の謎を究明することを依頼された三つ国は、助三郎、角野信羅と共に町人を装い、糸井川を経由して、高松を目指し旅立つ。キャストメインレギュラー順、レギュラースタッフ工定解説、水戸黄門第43部は2011年7月4日から2011年12月12日まで、TBS で放送されたパナソニックドラマシアターの、 ドラマ。制作は、CAL。全21話。ストーリー将軍綱吉は老公に、伊勢神宮へ、那城として参拝するように依頼するが、実は道中で庶民の暮らしぶりを見てきてほしいというのが、真の願いであった。三国一行は、伊勢神宮を目指して、東海道を精神する。キャストメインレギュラー順、レギュラースタッフ工程解説。 ミトコーモン最終回スペシャルは2011年12月19日に放映された2時間スペシャル時代劇。制作は CAL。これをもって42年間の放送に幕を閉じると、共にナショナルゴールデンアワーナショナル劇場、パナソニックドラマシアターと続いた時代劇の枠も一旦廃止となった。視聴率は13.9%、通算平均22.2%、 キャストスタッフ解説平均視聴率、ミトコーモンスペシャルは2015年6月29日月曜21時22時54分で放映された2時間スペシャル時代劇。視聴率は10.0%。ストーリーある晩、三国は息子である松平頼常に切られるという悪夢を見た。その頃、直将軍候補である綱と世がたびたび命を狙われる状況にあった。 そこで三つ国は、綱豊を狙う資格を探りつつ、甲府藩主でありながら一度も、江戸を出たことがないという綱豊を連れ、甲府に旅立つ。また、松平頼常の悪夢を確かめるべく、甲府からさらに、大阪、高松へと旅立つ。キャストスタッフ解説ミット公文スペシャルに関するカテゴリー。ありがとうございます。